自分の強み何ですかって聞かれたら私はもう赤抜けのプロです10代の時から自分磨きをしまくってもうずっと自分と向き合ってきました周りがみんな遊んでる間もう別人のように赤抜ける方法を教えますで赤抜けるって聞くと 美容とか健康っていうイメージがあるかもしれないんだけど、私が今日教えるのは、外側から内側から、マインドセットからライフスタイルまで、どんな習慣やったらいいのか、どんなことを変えてったらいいのかっていうところまで教えていきます。で、これを知るだけでも、街中堂々と歩いたり、朝起き上がるのが楽しみになったり、新しい人に出会って、新しいチャンスをつかんで、もう夢中に生き生きと自分の人生を生きられるようになります。 私の夏はもうキラキラした状態で新学期だったり新しい月を迎えてくださいまず一つ目お水を飲むこと超ベーシックじゃんって思うかもしれないけど水を私はもともと全然水を飲まない人でおかずばっかり食べちゃったりとか目の前のことで夢中になって水を飲むことさえ忘れちゃうことが多いのね <laughs> 頭痛になりやすかったり貧血でホームで倒れたり まあ熱中症になったりこんな暑い中で水を飲まないって本当にリスキーだし何があるかわからないから頻繁に水を飲むこと私はたい1リットルのボトルをマイボトルを持っていくんだけど、まあ、それぐらい自分で頻繁にリマインドしないとすぐ飲み忘れちゃうっていうのが多いからお水は自分の近くに持ち歩くこと自動販売機で買うとか,なんかそう対策工夫することがすごく大事。 で会見を変える上で私がもう一つ大事にしているのは朝シャワーをすること。ここは反対意見もあるかもしれないんだけど、あと時間の関係でちょっと朝は難しいかもしれないっていう人も出てくるかもしれない。朝運動してシャワーするっていうルーティーンを作ったのねで。なんでシャワーを朝に変えたかっていうと、生産性がめちゃくちゃ上がったから。朝、 スッキリするとかそういう問題じゃなくて代謝を活性化させてくれたりコールドシャワーと一緒で脂肪を燃焼させてくれたりとか大体寝て起きた時に自律神経がお休みモードに入っているからシャワーを浴びることによってこれから活動するよっていう合図を脳にしてくれるんだよね。認知症予防とかの集中力を上げてくれたり 生産性を上げてててくれるっていう研究結果が出てます運動してシャワー浴びてシャンプーリンスしてスクラブして頭皮マッサージして保湿する全体を保湿するこれで完璧で何よりも一番垢抜けるるのが運動すること多分いろんな YouTuber さんとかいろんな雑誌とかいろんなものを見てると思うんだけど自分の体のケアをすることがポジティブなマインドにつながったり。 自分の気分を高めてくれたり睡眠の質を上げてくれたり本当にメリットがたくさんあるのね体ってすごく正直だからやればやるほど目に見える結果が体に現れるのね今まで運動してこなかったとか運動苦手なんだよねっていうあなたでも1日5分寝る前にストレッチするとか家から出て近所散歩するとかふくらはぎって第二の心臓って言われてるからここの ふくらはぎの周りをマッサージしてあげるとか足が軽くなったり自分の体が変化していくのが目に見えるから継続できるし結果が出ると楽しくなってくるから何かしら運動を取り入れてみて別に筋トレじゃなくてもいいんだよヨガでもいいし水泳でもいいしランニングから始めてもいいしあなたが興味あるやりたいってやってみたいって思うものを一つチョイスしてみて英語でも「If you look good, you feel good」っていう。 名言ががあああるんだけけどどななたたのの見かけがいいほどあなたの気分も上がっていくもしあなたがメイク初心者ですとかこれからメイク始めたいとか何から始めていいか分からないっていう人であれば YouTube でもメイクがめちゃくちゃ上手な子がたくさんいるからそういう子の参考にしてみたりお店に行って美容部院さんに聞いてみたり本屋さんに行って雑誌を見るとかでもいいし。自分と 全く違う人を参考にするんじゃなくて、目の形が似てる人だったりとか、自分の骨格が似てる人だったりとか、イエローベースだったらイエローベースの人と似ている服装とかメイクをつけてみたりとか、もう私なんて小中高ずっと海外にいたから、周りにアジア人一人もいなくて、もう誰を参考にしようって言って本当に参考する人がいなかったんだよね。いつも海外の友達のメイクを教わったりとか、雑誌を見てたりするんだけど、 全然パーツが違うし、真似できるとこが全くなかったから、すごい困ってたんだけど、日本に一時帰国するたんびに、広告とか、モデルさんとか、雑誌とか、の真マネをして、いろいろ自分で研究して、もう分かってきたっていう感じだから、トライアンドエラー。もうやってみて、あ、これ違うな。誰かか友達とかアドバイスもらおうとか、カラー診断とか、いろいろあるし、そういうのも活用するとすごくいいと思う。え、次、健康的な食事。 こんなの分かってるよって思ってる人がほとんどだと思うんだけど、夏だからこそ言わせてほしい。夏は特に暑すぎて健康意識が低くなってる人がほとんどなのね。暑くて自炊が難しいとか、めんどくさいとか、よくあると思う。私でさえあるんだよ。私は普段本当に自分の口に入れるものとか、体に塗るものをすごく気をつけてるんだけど、あ、今日めんどくさいな。 今日スーパー行きたくないな、今日自炊したくないなって言う時もあるのだからすっごく気持ちはわかるので、冷蔵庫開けるとわあアイスが入ってるうわー美味しそうなもんが入ってるっていう時があるんだよねあると食べちゃうってわかってるから一番気をつけなきゃいけないのが買い物をする時ここでまず3つ大事なことを意識してほしいんだけどまずこの5大栄養素は必ず取り入れること例えば豆腐ダイエットとか ゼロカロリーダイエットとかいろんなダイエットが世の中で溢れてると思う私たちの体はこの5大栄養素は必ず必要なのね何かを抜くとか炭水化物が足りないとか脂質が足りないとか糖質が足りないだけで私たちの肌も髪質も爪もボロボロになってきちゃうの栄養が足りないからでこの真夏の中で体力がいる中であなたの免疫力が低くなっていくと 病気になりやすくなったり体がおかしくなったりそういう危ないダイエットは絶対にしてほしくないで2つ目は順順番を考えるること。消化される順位。例えばアイスから食べる人ってあんまりいないかもしれないけど糖質とか脂肪になりやすいものってあんまり消化されないのねだから最初にスープを飲むとか最初にサラダから食べるとか最初に栄養があるものから食べていく。 で消化されににくいものを最後に食べる順番を変えて意識するだけでも癒せやすい体質になるからこれ小さな積み重ねが本当に大事だから。で3つ目は我慢をしないことこの暑い中でアイスを食べないとかかき氷を食べないとか本来本当に自分が大好きなものを我慢して夏休み過ごさなきゃって思わなくていいのダイエットってバランスが大事で何事も我慢すると リバウンドしたり暴飲暴食したり過食症になったりそういうデメリットがたくさんあるからそれになるぐらいなんだったら最初からバランスよよく長期的に続けられるるうなダイエットをすることで世の中にダイエット法なんて100通りあると思う本屋さんに行ったらなんでこんなにダイエット本があるんだろうって思うと思うのねでもそれぐらいいろんな人が自分の成功体験っていうのがあって自分に合ったものがあるの。 だから、あなたの体、あなたの体重、あなたの体質、全部違うからこそ、自分に合ったやり方を試行錯誤しながらやっていくこと。でもう一つは、何を口に入れるのかを考えること。例えば、毎日マックとか、タコベルとか、お菓子ばっかり食べたら、あなたの気分も、体質も、体も、どん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 ボロボロになって悪くなっていくのね。それぐらい、心と食事ってつながってるんだけど、この毛細血管の中に、 栄養が流れて、その栄養を通して私たちの細胞が一個一個成り立ってるから。食べたもので私たちの体ができてるってよく聞くと思うんだけど、それぐらい何を口に入れるのか。それを意識しながら食材を選んでいく。この4つが本当に大事。何を食べていいかわからない。何から始めていいかわからないっていう人は、下のリンクから追加してもらって無料でプレゼントしているので、ぜひそちらを受け取ってください。 で次は内側の垢抜けについて話していくね。一つ目はこだわりも持つこと。パートナー、友達、家族、学業、仕事、全部の分野においてもっとこだわること。で、例えばその気になってる人と2、3回デートして、3回デートしても全然告白してくれない。全然返信も返してくれない。いい感じだと思ってたのに、あんまり進展がないって思ったら、その人を追いかけてる意味、その時間を 無駄だなとかもっったたいいいいいななて早く気づいた方がいいよこだわりを持つってことはあなたのスタンダードを高くすることどんな人と付き合いたいのかどんな家族でいたいのかどんな生活を送りたいのかどんな自分でいたいのか全てにおいてこだわりを持ってほしいの別に顔が良くて LINE 返してくれない人でもいいやとか性格がいいから顔が良くなくてもいいやとか。 もっとこだわり持った方がいいよ。あなたが理想としてる人って必ずいるから、こんなんでいいやって、低レベルで諦めてほしくないの。もっと求めていいんだよ。この人いい人そうだからいいやじゃなくて、こういう人が出てくるまで友達と遊ぼう、家族を大事にしよう、自分の時間を作ろうって。こんなとこで満足しちゃダメだよ。で次にマインドセット。マインドセットが欠望してる人と、 豊かなマインドセットを持ってる人の違いを教えるね。例えば A さんは夢とか目的とか潜在意識とかそういうもの全く信じないタイプで私なんて同性できない。私にはこれがない。私は幸せになる権利がないとか常に固定思考って言って自分が成長しない方をいつも諦めたり周りのせいにしたり自分にないものに目を向けて 波動エネルギーが低い人例えば私も昔全然自分に自信がなかった時に自分の見た目が良かったらもっと社交的にいろんな友達でできたんだろうなとかずっと海外に住んでたから日本に住んでたらもっと楽しいことがたくさんできたんだろうなってそういう風に考えてた時期があったのねでもそれは欠乏してるマインドセットなの 全然豊かじゃないし、全然幸せな考え方じゃなくて、いつも自分のない部分、全然感謝心もなくて、これがない、これが足りてない、これが私にはないから幸せじゃないって。誰かのせいにしてたのね。だから何をもらったとしても、全然自分の心は満たされてなかったの。これを豊かなマインドセットに切り替えると、B さんのように、この目標を達成するためには何が必要なんだろう このバッグを買うためにどうしたらいいんだろう幸せになるために今日からできることって何だろう自分を好きになるために今日からできることって何だろう今この一歩を踏み出すのは怖いけどこういう風うにやったら自分は成長できるんだろうなとか。で、失敗しても必ずこれは私の成長のために全て起きてるものだから私には今必要なこと失敗しても大丈夫。 失敗しても何でもうまくいくって。自分で感情をコントロールするのね。これが成長思考って言って、諦めずに前向きに進もうとする思考。で、二つ目は何事も個人的に受け止めないこと。あなたがどんなに幸せで、どんなにハッピーで、最高な一日を送ったとしても、あなたの周りには必ずネガティブで機嫌が悪くて、 人のせいにして不満口ばっかり言ってる人が必ずいるの。もしかしたらそれはあなたのお兄ちゃんかもしれない。あなたの兄弟かもしれない。あなたのお母さんかもしれない。友達かもしれない。先生かもしれない。エネルギーが高くてポジティブで前向きで最高な一日だって言ったとしてもそういう悪口とかあなたを見下したりけなしたりネガティブなこと言ったりすると思う。でもそれを個人的に パーソナルに受け止めちゃいけないの。あなたとは全く関係ないから。自分の性格に問題があるとか、自分のせいだとか、自分がダメだからとか、一切関係ないから。相手の感情は一切コントロールできないから、自分の感情だけ、自分の感情だけにフォーカスしてれば、それだけで十分で。そこで思いやりがどれだけ大事か。そこであなたが歯向かったり、 悪口を言い返したり、ネットで嫌なことを書いたり、同じように、相手に悪口を言ったり、ネガティブなエネルギーを与えると、同じになるから。ダサいことだったり、不細工なことだったり、嫌な態度を取ることだけは、してほしくないのね。あなたのエネルギーも奪われるし、同じレベルになっちゃうから。イライラしないこと怒らないこともうそうやって感謝心がない人 人を悪く言う人、自信がない人、思いやりがない人、波動、幸福度がめちゃくちゃ低い人の相手なんてしなくていいから、本当にそういう人から離れた方がいい。で次、コンフォートゾーンから出ること。コンフォートゾーンは今まで居心地が良かった快適なところから一歩外に出て、今までやってこなかったこと。居心地の悪いことをすること。なんかすごいことをやらなきゃいけないのかなっていう勘違いをする人がすごく多いんだけど、例えばパジャマを着てるんだったら、 私服に着替えて一番大好きな服を着て外に出かけるとか今までずっと引きこもってたんだったら一歩外に出て空気を吸いに行くとかもうそれだけでも快適なところから快適じゃないところに行ってるよねで私たちが成長できるのってこのコンフォートゾーンから出たところだけなのよずっと同じことを毎日毎日してても何も変わらないから何か居心地の悪いこと普段やらないことをやるだけで 成長できるの私は昔から人前で話すのがすごく苦手で何か注目を浴びたりもう人前でプレゼンテーションするのとかもう本当に嫌で <laughs> 今はこうやってカメラの前で喋ってるから本当かよって思うかもしれないんだけど。 日本に来て友達作ったり大人数のイベントを主催したりスライド作って人前で話せるようになったりとかだって一歩ずつ外に出てようやくここまで来てるモデルの仕事をやったりカメラの前の仕事をやったりもう YouTuber になったり本当に今まで考えられないようなことばっかりやってるのねだからそれもこのままじゃ自分は成長できないやらなかったら一生このままだっていう危機感とか恐怖心があったから やろうって思えたのね。きいことじゃなくても、小さなことから始めてみて。次、ジャーナリング。私、ジャーナリングが大好きで、自分の感情をコントロールするときとか、自分の目標を整理するときとか、感謝心を高めたいときは、必ずジャーナリングを使ってます。美っていうのは、結局、生き方、考え方、価値観、感性、そういう内側から来るものが表に出て、この人美しいな、この人上品だなって。 そういうオーラが出てくるのね。感情をコントロールすること。腸内環境を整えること。もうすべてにおいて自分のセラピストになることなのね。自己管理をすることなの。例えば、今日嫌なことがあったから、彼氏に気分を上げてもらおう。彼氏におごってもらおう。彼氏に優しい言葉をかけてもらおうっていう、この何かをしてもらおうっていうスタンスじゃなくて、自分の機嫌ぐらい自分で取りなよ。 自分の感情ぐらい自分でコントロールして、相手が落ち込んでたら、あなたが彼を励ましたり、喜ばせたり、愛を与えたり、ポジティブな言葉をかけてあげたり、それぐらいのスタンスでいること、相手に何か与えられる側になること、自分の機嫌ぐらい自分で取らないと、自分の感情をコントロールできない人ほど、心に余裕もないし、自分に自信もないし、 とにかく自分の自己管理ができてないから、まずは、ジャーナリングを使って、言語化してアウトプットする。吐き出すこと。自分の弱いところをどうやって克服できるのか。どうやったら成長できるのか。自分がストレス抱えてるんだったら、どうやってストレス発散した方がいいのか。自分が一番幸せって感じる瞬間どういう時なのか。どうしたら自分の気分はまた上がるのか。そういうのを知っておくだけでも、自分の感情を対処できるようになる。 で、次、睡眠をとること。よく勉強頑張らなきゃ、仕事頑張らなきゃって言って、根詰めて睡眠をとらない人がすごく多いんだけど、どんなにあなたがいい栄養をとっても、運動してても、美容に気を使ってても、睡眠をとってなかったら、集中力の低下だったり、生産性が落ちたり、脳が働かなくなったり、機嫌が悪くなったり、ホルモンバランスが崩れたり、本当にデメリットしかないのね。 あなたが今までやってきたことが無駄になっちゃうの。規則正しい習慣を身につけるのも、後々あなたの目標に近づけるための土台作りだから、体を休めること、心を休めること、自分のケアをすること、最優先だから。で、次、本を読むこと。私は今まで本がすごく苦手で、漢字を読むのも好きじゃなかったし、教科書を読む歴史とか科学とか、興味のないものを読むっていうのが本当に苦痛で、今は、 月に4冊も読めるようになって今では毎日本を読んでますそれは自分の好きな分野だったり今やってるこの仕事もっと深めたいもっと知りたいっていうこの好奇心が勝ってるのねもしあなたがいやいや本読んでるんだとしたらもっと勉強したいものって何だろうもっと知識を深めたいものって何だろうってそれはもしかしたら料理本かもしれない出会い本かもしれない自己啓発かもしれないミステリーかもしれない 何でもいいの少しでも興味ある読んでみたいっていうこの心が叫んでるもの心を基準に選んでみてで次ソーシャルメディアのデトックスすること SNS が普及してからスマホ依存症がすっごく増えたよね私も暇さえあればスクロールしちゃうし隙間時間とかホームに立ってるときとかも携帯を触っちゃう癖があったのだからこれから抜け出すことがすっごく大変ででもよくよく考えてみて あなたが今10分間スクロールしたその時間、あなたにとって何かメリットってあったその10分あれば、筋トレできたよね。筋トレして後悔する人っている絶対ないよね。私、後悔したことないよ。でもこの10分間何にも生産性なかったり、時間だけが過ぎた時って、な後悔しか残らないの。罪悪感とか。それがすごく嫌で、5分でも経って、 あ、やば、また触っちゃった。私にとって全然メリットもないし、人生変えてくれないって思った瞬間、携帯をやめることにしたの。で、もう一つは、あなたが今スクロールしてるその時間帯、画面越しにいる人は、もう最高の人生を外で送ってるんだよ。他人の人生を鑑賞してる間、覗いてる間、今頃イタリアでレストランで食べてるかもしれないんだよ。今頃結婚式を開いてるかもしれないんだよ。 今頃、世界一周旅行してるかもしれないんだよ。だからそう考えたら、こんなことしてる場合じゃないって思わないこのマインドセットに切り替えた瞬間、時間もったいないなって気づくと思うから、まだ依存症から抜け出せないっていう人は、ぜひこちらの動画も見てください。次はライフスタイルについて話していくね。まずはビジョンボードを作ること。でビジョンボードって何って思ったかもしれない。本当にその名の通りで、ビジョン。 自分のの理想の人生を大きく描く描こともう最大限に掲げてほしいの例えばニューヨークに別荘を建てるとか私だったらもう YouTube100 万人行くことだったりもう今だったら非現実的すぎて本当に大丈夫かなって不安になると思うんだけどそれを可視化して写真にしてボードに貼り付けるのでそうすることによって毎日毎日その絵を見るからリマインドしてくれるのね 私っっててこのために頑張ってるんだ私だったら毎日この動画をアップロードしてるのってこの100万人に一歩近づくためなんだってその理想の人生を頭の中でイメージするそのために作るのねあなたがもし1月1日に上げた目標いまだに達成してないのであればそれは絶対に忘れてるからスケジュールに入れてないんじゃないビジョンモード作ってないんじゃない 目標設定してないんじゃないなんとなく達成したらいいや。なんとなく叶ったらいいなぐらいで、本気でやろうって思ってないからなのね。こういうコルクボードを用意してもらってもいいし、時間がないのであれば、ピントレストとか Google チャーズとか、SNS からあなたの理想の人生と似てるような画像をピックアップして、で、キャンバーとかフォントとか、いろんなアプリがあるんだけど、それを使って、 貼貼り付けて、てちゃんととっておくこと自分のスマホのスクリーンにしてもいいしパソコンのスクリーンにしてもいいし、まあ、トイレのお風呂場に貼っておいてもいいし天井に貼っておいてもいいしとにかく毎朝起きた時にパッと見れるものその時間を作ることが本当に大事そういうビジョンボードを作って自分の理想の人生をデザインしてほしいで次一瞬一瞬を楽しむこと毎日 勉強したり仕事したり目の前の作業で精一杯だと思うのね本も読むことだったり勉強することもつまんないなってまた勉強しなきゃまた本読まなきゃっていやいややることってあるよね私の場合はもうお風呂に入ることがあんまり好きじゃなくてシャワーすることだったり歯を磨くこともうわあめんどくさいなってなっちゃう時が多くて でこのの一瞬一瞬をどうししたらもっと楽しめるのか本を読む時もクラシックミュージックをかけたりワインとお菓子を用意したり勉強するなら自分の好きなカフェに行って抹茶ラテを頼んだりお風呂に入る時はキャンドル焚いたりバブルバスにしたりとかそうやって一瞬一瞬瞬をどうししたらもっと楽しめるのか毎日毎日楽しく無理なく続けられるようになったのね。もしあなたが 単作業で強制的にやらされてるって思ったらその場をどうしたらもっと楽しめるのかどうしたら楽しく過ごせるのかそっちにフォーカスしてみて次は目標をクリアにすることあなたにとっての成功って何あなたが毎日自分磨きをして自己成長しようとしてるその根本的な理由やる理由って何あなたにとっての幸せって何 あなたが見ているこの人成功してるなこの人人生充実してそうこういう人になりたいなって思ってる人ってみんな目標があってそれぞれ違うのねもしかしたら A さんにとったら毎朝ワンちゃんと一緒に散歩することが幸せなのかもしれないでも B さんにとったら高級ラウンジで仕事することが幸せななのかもしれない私にとったらカメラの前で表現することが本当に自分にとってもう成功なの これができてること、自分がこの価値観に沿って活動してることがもう成功なのね。こうやって見てくれる人がいるっていうことでさえ本当に幸せなのね。もう3年前やった時はこんなに見てくれる人なんていなかったから。私の動画なんて最初全然再生されなくてこんなに見てくれてる人がいるんだって。本当にそれが私にとっても幸せだし楽しみもあるしもう成功してるの。もしあなたがもう大成功しててお金があったら 何がしたいのあなたはどこに向かってるのどんな人生を送りたいのどこに行きたいの何がやりたいのあなたにとっての幸せって何ただ時間過ぎるのを待つただ勉強してるただ学校に行ってるただ仕事行ってるあなたの人生どこ向かってるのそこをまずクリアにしないとじゃないとこんな垢抜けとか自分磨きとか自己成長なんて続くわけないのね。 今私いろんなこと言ったけど、こんなの続かないよ。ここのやる理由目的ここがクリアになってない状況で、これ全部はできない。続かないから。で、最後、自己投資をすること。よく、幸せになったら、こういうことができるのに、自信があったら、この子に話しかけられるのに、お金があったら、世界終了後できるのにって。でも全部逆なんだよ。あなたが今、感謝心を、 感じられない今、幸せを感じられない今、自信がなかったら、自信がついても、自信があるって思わなかったら、いつまで経っても幸せを感じないから、いつまで経っても自信なんて身につかないから、今感謝してるから、幸せを感じられるの。待ってても幸せな気持ち、お金なんて、降ってこないよ。 私も昔はこんなセミナーに何十万もかけて大丈夫なのかなこんな美顔器なんか買っちゃって自分にとってメリットあるのかなとかコーチングを受けて自分の人生が良くなっていくのかなって悩んだこともあるし不安になったこともあるの。でもそれが学びにつながったり成長したりそこから実践して失敗して失敗して失敗して今の自分がいるから先行投資して実践したから 今こうやってスキルだったり知識だったり経験をシェアすることができるの。これがなかったら私中身空っぽだし、こんな自分いなかったと思う。先行投資するから自分の人生が良くなっていくの。自分の理想に近づいていくの。なかなか自分に投資できないんだとしたら、恐怖心から来てるの。欠乏したマインドセットから来てるの。手放したら帰ってこないんじゃないかな。無駄になるんじゃないかなって。 知識を身につけてて実践するから人生良くくなっていくのそこから学んでいくから成長できるの先行動しないで良くなっていく人なんて絶対にいないから自分のスキルだったり自分の美容だったり自分の外見だったり自分に自己投資したことこの世で一番の財産だと思ってる一番してよかったってもし一歩を踏み出せないんだとしたらまずは豊かなマインドセットを身につけるところから始めてみて いつも最後まで見てくれて本当にありがとうございます。あなたのサポートが本当に私の励みにもなってるし、心の支えにもなってるし、原動力にもなってるので、本当にありがとうございます。もし、もっと自分の人生と向き合っていきたい、自分に自信を身につけたい、習慣化させたい、目標をクリアにさせたいって思ったら、下のリンクを追加してもらって、無料でプレゼントしてるから、ぜひ受け取って活用してください。 あなたの可能性とあなたのポテンシャルそしてあなたが必ず変われるって私が一番信じてますチャンネル登録といいね押してなかったらそちらも忘れずにお願いします As always make s o e ones a r even better and I will see you in my next one bye